動画をご覧いただいてありがとうございます。韓国雇用対策会議でまたもや統計粉飾対策、中小企業救済措置は置いてけぼりというテーマで今日はお送りしていきたいと思います。韓国でですね、第5回非常経済会議が行われました。今回は、雇用対策が中心に話し合われたようですね。が、結果として出てきた対策が今までとそんなに変わり映えのしない、統計粉飾用の雇用創出が中心で、企業にはですね、相変わらず、雇用維持を促すものと、これでは、企業はたまったものではありません。雇用維持した結果、結局会社が倒産してですね、失業者を放出するというような惨事が起こりかねませんと。そもそもですね、韓国は自国の失業者や失業予備軍の数をもともとごまかしているので、対象者をかなり低く見積もっている嫌いがありますよね。今回もですね、どうも対象者の数が少ないんですよね。そんな韓国ですが、航空会社にはですね、1兆ウォン以上の支援をするということを早々に決めたようですね。しかしですね、大韓航空の固定費は人件費とか、飛行機のリース代とかですね、その辺を含めて、月、4000億から5000億ウォンというふうに言われています。1兆ウォン、支援されたとしてもですね、2ヶ月しか持たないですよね。単なる延命措置にしかならないのかなと思います。いずれにしても、企業も救いながら、失業者も支援するというような、大きな課題にチャレンジ中の韓国、今回はどんな支援を考え出したのか記事を見ていきましょう。記事はネイバーの韓国版の日本語訳になります。政府が生み出す55万の雇用、30万件は山火事監視貿易、コロナ経済危機第5回非常経済会議雇用対策と、無給休職者フリーランスなど93万人に3ヶ月間50万ウォンずつ支援金と、青年を採用する企業には政府が最大6ヶ月間15万人の賃金保障、青瓦台デジタル雇用中心韓国型ニューディール推進、具体的な内容は明らかにせず。政府が22日に発表したコロナ危機対応雇用安定特別対策の核心内容は、総額3兆4000億ウォンを投資し、青年と失業者のための雇用55万件を新たに創出するというものだと。これとともに失業者支援、勤労者の生活の安定、企業の雇用維持支援などを含め、計10兆1000億ウォンが投入されると。ここでですね、無給休職者、フリーランスなど93万人に3ヶ月間50万ウォンずつ支給支援金と、いうことですが、93万人、無給休職者とかフリーランスだと93万人ぐらいなんですかね。内訳がちょっとよくわかりませんが、青年を採用する企業には政府が最大6ヶ月間15万人の賃金保障、15万人で済むんですかね。そもそもですね、なんか記事によりますと、韓国の失業予備軍、危険性のある人というのは730万人とか、いうふうに言われてますよね。そのうちの400数十万人がですね、雇用保険も入ることができていないということで、失業しても失業保険がもらえない人たちがいるというような状況で、この93万人とか15万人、あと政府が生み出す55万の雇用とか30万件は山火事監視、これなんかはね、以前の、高齢者の、短期アルバイトみたいな雇用みたいなもんですよね。それじゃ全然足らないですよね。はい、続いて見ていきたいと思います。ホン・ナムギ経済副首相は、今回の対策規模は今年の雇用予算の 40% 水準で、昨年の年間失業者115万人の 2.5 倍にあたる労働者286万人を支援する果敢な投資だと述べた。
専門家らは脆弱階層支援の必要性については共感しながらも、直接雇用55万件のうち相当数が第二の高齢者雇用になる可能性があると懸念したと。フリーランスなど93万人に月50万ウォンずつ支援。今回の雇用対策のうち、雇用を守るのが難しい労働者と失業状態に陥った人々を助ける案は肯定的な評価が出ているが、雇用保険の資格地帯にある零細事営業者、特殊雇用職、フリーランスなどに月50万ウォンずつ3ヶ月間、雇用安定支援金を支給することにしたのが代表的だと、いうことで、ここでも まだ286万人というふうに試算しているようですが、これでも全然足らないですよね。あと93万人に月50万ウォンずつという5万円満たないとこですよね。これでもなんか、しかも3ヶ月だけと。それ以降に回復しなければまた追加してくれるのかな。はい、続いて見ていきたいと思います。新型コロナの影響で所得や売上が急激に減少した代行運転手、学習士、訪問講師、無給休職者など合わせて93万人が対象だと。無給休職で所得が途切れた勤労者32万人にも3ヶ月間50万ウォンずつ支給することにした。経営難に追い込まれた企業が職員を解雇しないように誘導する方策も盛り込まれた。航空地上操業、免税店業、展示国際会議業、空港バスも特別雇用支援業種に指定して雇用維持支援金をさらに上乗せし、雇用保険、労災保険の納付期限も延長することにしたと。失業者の税制安定と再就職支援対策も拡大し、失業給与の一種である休職給与希望を49万人さらに増やす。休職青年に6ヶ月間月50万ウォンずつ支給する青年休職活動支援金も当初の計画より5万人上乗せすることにしたと。なんか規模が桁が1つ2つ違うような気がしますよね。はい、続いて見ていきたいと思います。政府が生み出す雇用、第二の高齢者雇用になるか。しかし3兆6000億ウォンをかけて公共及び青年雇用55万件を新たに創出する対策は実効性に疑問が提起されていると。例えば失業者や休廃業自営業者など脆弱階層30万人に提供する公共雇用の業務分野は貿易、山火事監視、環境保護などで高齢者雇用とほとんど重なると。勤務条件も週30時間未満の労働で最低賃金をやや上回る水準であり、高齢者雇用と大きく変わらないと。最大労働期間は6ヶ月と高齢者雇用の平均10ヶ月よりも短いと。新型コロナ自体で71万の高齢者雇用の大半が運営が中断された状態で、脆弱階層の雇用が正常に運営されるかどうかも未知数だと。結局この3兆6000億ウォンかけるというのは、この55万件の新たな雇用を創出するということなんですが、今まで高齢者に振っていた仕事をですね、青年に振るというだけのようですね。そもそも、この高齢者雇用も、71万件のうち半数以上が今中断されているという中で、ここで55万件作り出しますよと言ってもですね、なかなか効果というか、実際その通りになるかどうかというのは疑問視されているということのようですね。ないよりマシなんでしょうけどね。はい、続いて見ていきたいと思います。非対面、デジタル政府雇用10万件も事情が似ていると。データ構築、貿易、環境保護などの分野で週15から40時間ずつ最長6ヶ月働く条件だと。青年デジタル雇用、最大月180万ウォン。青年インターン支援、月80万ウォン。中小中堅企業の採用補助金、最大月100万ウォンなど、民間企業が青年を採用すれば
政府が給与を支払う方式で生み出す雇用15万件も最大6ヶ月まで支援すると。このため政府が新たに生み出す雇用の大半が第二の高齢者雇用になるだろうという懸念が出ていると。山火事監視、ゴミ拾いのような仕事を月30時間ずつ行い27万ウォンをもらう高齢者雇用事業は小遣い稼ぎと統計粉飾の手段として活用されるだけで就職難の解消にはあまり役立たないという批判を受けていると。まあそうですね、定年雇用に対して手厚く補助したとしてもですね、結局仕事の内容自体が高齢者雇用と変わらないということであったり、まあ青年デジタル雇用とかいろいろかっこいいこと言ってますけどね、この辺も結果的に15時間から40時間ぐらいで最長6ヶ月ですから、継続した雇用につながるかどうかというところも疑問が残るところですというところかなと思います。あと中堅中小企業の採用補助金も、ね、最大月100万ウォンと言いながらですね、その差分については中小企業が負担しないといけないということを考えると、結局売上が上がらないとかそういうところに対して雇用だけ維持させるというのは、より企業の体力をですね、消耗させるだけという気がします。はい、続いて見ていきたいと思います。遠征大学の孫定雲教授は財政支援の雇用だけを増やせば定年がこのような雇用に安住し民間企業でまともな雇用を探す力量が低下しかねないとし、青年を対象に各種教育と職業訓練を強化し民間企業の雇用創出能力を強化する方向に向かわなければならないと述べたと。青瓦台韓国版ニューディール、今回の対策とは別、ムンジェイン大統領は同日の会議でポストコロナ時代の革新成長を準備していくとし、大規模な国家プロジェクトとして韓国版ニューディールを推進する企画団を迅速に準備せよと話したと。ここからは中略と。まだ、だらだらいろいろ書いてありましたけれども、中略させていただきます。規模と時期は5月いっぱい検討した後追加発表すると述べたというふうに記事は伝えています。この遠征大学の孫定雲教授の、言うところも確かにそうなんですが、結局ですね、青年がこのような雇用に安住しと、安住しようにも6ヶ月間しか採用してもらえないですからね、安住しようがないかなというふうに思いますし、ただ、青年を対象に各種教育と職業訓練を強化するというところは、その通りかなというふうに思います。で、ここまでのですね、政府の対策自体が、かなりしょぼい、ものなんですが、それに、ちょっと花をつけようとしてですね、韓国版ニューディール、今回の対策とは別と、大規模な国家プロジェクトみたいなね、大きな、花火を打ち上げようとしているところがありますよね。これが、後ろの方にもだらだら書いてあったんですが、かっこいいことがいっぱい書いてありましたね。デジタルとビッグデータ、先端技術を活用した未来型雇用とかですね、デジタルニューディールとか、いろいろ書いてありましたが、結果として規模と時期は5月いっぱい検討ということですし、一説によると、北朝鮮に向かってですね、電車作ろうとしてますよね。それも国家プロジェクトといえば国家プロジェクトでしょうから、その辺なんですかね。もしかしてデジタル雇用とその地下鉄じゃない電車、北朝鮮に向けた電車のなんだ設計図を書くみたいなそんな仕事かもしれないですね。デジタルですしね。はい、ということで、今日は、韓国の、雇用対策会議ですね、出てきた対策案が結局、統計粉飾対策という規模を超えていないのかなという記事をご紹介してきました。皆さんはいかが思われたでしょうか。ということで今日の動画はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんのご意見、コメントもどしどしお待ちしております。ベルのマークのクリックもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。